英語で、A friend in need is a friend indeed という有名なことわざがあります。これは、必要な時にそばにいる友こそが真の友、困った時の友こそ真の友、という意味です。しかし、なんとなくわかっているつもりではあっても、実際に自分にとって良い友達と有害な友達の違いを理解していない、という人は多いものです。私たちの周りには、時に一方的に気分を害してきたり、時に嫉妬心をむき出しにし、うぬぼれやすい人が少なからずいるものです。そこで今回の動画では、良い友達と有害な友達の間に見られる6つの大きな違いについて、わかりやすくエピソードを交えてご紹介していきます。衝撃、良い友達と有害な悪い友達の6つの違い。1、あなたの存在を尊重してくれる。良い友達である彼らにとって、あなたはとても大切な存在です。そのため、個人的な感情を入れないで分かり合う方法を理解しています。もしも一緒に旅行に行った際、何かうまくいかないことがあったとしても、それらのトラブルにただ笑って対処することができます。しかし一方、有害な友達は簡単に我を忘れ、他人や他の友人の前であなたを罵ることさえあります。思い通りにいかないことや、何らかのトラブルが発生するとすぐにカッとなり、お前がちゃんとやってれば防げた問題だ、とばかりに相手を責め立てます。彼らは制御できない自分の感情の吐け口として、あなたを非難しているに過ぎないのです。2、あなたの成功を喜び、心から祝ってくれる。良い友達はあなたの能力が認められ、仕事がうまくいったり昇進や昇格をしたとき、他には資格や試験の合格、結婚、新しい車の購入など、些細なことでさえ喜びを共有し、心から祝ってくれます。彼らはいつもあなたのことを自分の誇りのように思っています。しかし一方、有害な友達は人の成功に対して、それがささやかなものであったとしても嫉妬心を抱きます。ついつい順風満帆な人の人生にイライラし、憤りさえ感じてしまうのです。そんな人は実際に会っていると、やっかみや嫉妬心を隠しきれずににじみ出してくることでしょう。3、意見の交換を楽しめる。良い友達はたとえ意見が食い違ったとしても、あなたの意見に興味を示し耳を傾けてくれます。そしてそれを穏やかな形で表現し、意見の交換を楽しむことができます。一方有害な友達は、議論に自分が勝つことだけを求めてきます。そんな彼らはあなたの意見を考慮しようとさえせず、思いつくあらゆる手段を使って自分が正しいことを証明しようとします。4、あなたのありのままを受け入れてくれる。良い友達は、例えばあなたがおかしなファッションをしていても、ちょっとおかしな言動をしたとしてもさして気にはしません。その一方で有害な友達は、こうこうした方がいいよ。いや、これはこうすべきだ。と、自分の思うようにあなたを変えようとし、コントロールしたがります。彼らにとっては自分と違う価値観である人を尊重することができず、相手の生活スタイルに合わせたり、自分から学ぶ姿勢を持つことが不得意です。そんな彼らのアドバイスは面倒以外の何者でもありません。5、必要以外でも連絡してきてくれる。例えばあなたが仕事や学校を休んでいてしばらく姿が見えない場合、どうしたの？大丈夫？などと気にかけてくれます。彼らにとってあなたは心配すべき大切な存在なのです。しかし一方、有害な友達は、ちょっと車を出してくれない、引っ越しを手伝ってほしい、などと助けが必要な時だけ連絡をしてきます。そしてこう言うのです。俺たちの仲だろ？6、秘密を守ることができる。良い友達は、他の人に言わないでね、と話されたことを言いふらしたりすることはありません。しかし対して有害な友達は、これは秘密なんだけど、と内緒の話を他人に話してしまいます。もしも友達だと思っている人があなたに誰かの秘密をばらしてきたとしたら、その人はあなたの秘密も同様に誰かに話してしまう人であることを意味します。
他人の不幸話やゴシップな話題を日々の娯楽だと思っているような人は友達として論外です。そういう人とは関わらない方が良いでしょう。いかがでしたでしょうか。あなたは誰かにとっての良い友達でしょうか。あなたには良い友達と思える人はいるでしょうか。その人に対し、感謝していることを伝えたことはあるでしょうか。しばらく連絡を取っていない大切な友達がいるなら今日、連絡を取ってみませんか。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴、ありがとうございました。